こんにちは、土の子です。さあ前回ですね、ミュウツーにボッコボコにされてしまったので、みんなからね、コメントで教わった対策をちょっとね、講じて、挑戦したいと思います。今度こそ勝てるといいな。それがですね、月食ネクロズマ、ルナーラの方だね。よし、レベル100になりました。本当は PP もね、上げていきたいんだけど、ちょっと PP を上げれるアイテムがないので、ダイマックス飴もやった方がいいのかな。ダイマックスも必要だからね。素早さがないのがちょっと寂しいけどね。完璧ではないですが。これでどこまで、戦うことができるのか、ちょっとやってみましょう。あと、御三家も普通に出るみたいなんで、御三家も出たらね、やっていきましょうか。さあ、まずは、ストリンダー。どうだろう、倒せるかな。来い、もうストリンダーばっかりやん。頼む、いてくれ。あ、来た。大地の力を覚えて、シャドウレイと大地の力でなんとかなんねえかな。呪いのお札にしよう。さあ、果たして来てくれるでしょうか。リベンジ。リベンジだぜ。ネクロズマでリベンジだぜ。あ、来た。これいけるんじゃない？私の戦闘力数は53万。さあ、どうしようかな。ダイマックスして、バリア剥がそうか。いや、一応シャドウレイ打つか。あー、シャドウスチール。あー、シャドウレイ打つか。じゃあダイマックスした方が良かったかな。あー、格闘型だ相手。待って、これダイマックス僕しなきゃいけなかったのかな。ちょっと待って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 、ちょっと待って待って。なんかみんなおやおやみたいになってるでしょこれ。僕ミスった、采配。今のダイマックスするべきだったんだ僕は。シャドウレイ、僕大地の力やるでしょ。うわ、やばやば、なにこれ、違うやんけ。次は、隣の人のシャドウレイが入るはず。ルナーラのシャドウレイが入るから、よし、
今これ2体目でしょ。それダイマックスして最後シャドウレイだからね、大丈夫。次ダイマックスできるようになったらダイマックスする。なんとここで味方の応援でミュウツーのバリアが剥がれる。目がこれは超ラッキー。あ、待って、バリア消え去った、マジかよ。これでシャドウレイ打てたら勝てる。ちょ、僕、ま、待って、大地の力しかやってない、違うんだって。ちゃんとね、大魔ちょっとミスったかも、僕采配マジミスった。シャドウレイ温存してるんだけど、ほら見てごらんなさい、ザーボンさん、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。やばい。すいません、なんか僕すいません、すいませんでした。僕何もしてない。やべえ、これなんだったんだよあいつみたいなね、絶対思ってるでしょみんな。僕違うの、ちゃんと考えてね。ちょ、最初ダイマックスしてバリア剥がした方が良かったのかもしれないね、大地の力とかで。今回すごい良かったのがもう一方のシャドウレイを、多分シャドウレイをね、多分増やしてましたね。今4発目だったんで、大フォロー多分シャドウレイだと思うんだけど、いや、シャドウボールかな。僕だけなんか温存して大地の力打って、なんか考えてたつもりだったんだけど、まさかの応援でバリアが剥がれたのがビビったね。あれ来たらでかくない？わあ、すごい、銀の王冠とかもらいましたよ。な、僕さらされないよね、大丈夫だよね。あ、ポイントアップもらえてる、すげえ。銀の王冠ポイントアップ、もうなんかこれちょっと恥ずかしいな。僕一緒にやっちゃいけないリストみたいな入ってないよね今ので。外役プレイだったかな。もうなんか煽られてる感じがするな、これな。何、今の何したのみたいな。今の誰みたいな。あの人一体何してたっけみたいな。恥ずかしいわ。いや、でも勝てたね、すげえ。強いっていうか、まあ運が良かったよね。ミュウツーの型が違ったわ。なんか、特殊型と、物理型がいるんだっけ？今の物理型だったね。あら、これは何だろう。炙りボン。イェーイ、ゲットしちゃいました。なんかろくなの出てこないな。出たー、剛力。あのベルトは模様らしいね。よし、剛力もゲットです。これ誰？サニゴーもゲット。はい、ということで、ちょっとね、ミュウツーと戦った後一切ミュウツーが出てこなくなってしまって、ちょっとあれあれって感じだったんですけども、一応ですね、昨日と今日合わせて特殊型と、まあ、物理型のミュウツーと戦ったんですけど、だいぶあれですね、集まる皆さんがすごい考えてる感じで、今回もマーシャドウ、オーロンゲ、そしてルナーラで、僕が月食ネクロズマということで、まあ僕の立ち回りに相当難があって、ちょっとみんなには反面教師にしてほしいなと思うんですけど、最初どうなんですかね。最初やっぱダイマックスしてバリアを2つ剥がしていく、そしてバリアが剥がれるのを狙ってシャドウレイ打つ、
もしくは、シャドウレイの PP を上げて何発も打てるようにしてからこだわりメガネとかで、シャドウレイを打ちまくるみたいな、流れがいいんじゃないかと思います。今回は、やられたね仲間の応援でバリアが一気に崩れたので僕大地の力を選択しててね、もうめちゃめちゃドキッとしたんですけど、まあ、その前の方がねダイマックスルナーラで罰入れてくれて、ミュウツー倒すことできました。ほんとね、こう猛攻が激しいのでミュウツー、結構運によるところ多いと思うんですけども、だいぶね安定したパーティーが構築されつつあるみたいなので、皆さんもですね2パターンぐらいこう対処できるポケモンを持ってミュウツー回しまくると銀の王冠とかポイントアップとかいい道具本当に手に入りましたね。ただミュウツーがあんまり回っても僕はいなかったので、こうミュウツーばっかり狙うみたいなのはなかなか難しそうです。ということで御三家にも会えるって聞いたんだけど、御三家なんか一個も出なかったな。カットしてるんだけど相当回ったんだけどね。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。